ブドームです。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。西武ソフトバンクデーゲームの模様をお届けいたします。お隣には達川光雄さん、黒木智博さん、以上このお二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そして選手のコメントを届けてくれるリポーターです。はい、こんにちは。我々がベンチ裏やスタンドから様々な情報をお届けいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日のゲーム、まもなく始まります。さあ、ライオンズの先発ピッチャー岸、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、ホークスの攻撃、トップバッターは1番川崎。やはりこの先頭バッターとしては塁に出たいところです。さあ、今日の1球目、初球から入れてきました。ボールカウント1ストライク。さあ、ホークス、今日のヒーローは果たして誰でしょうか。ストレートを持ってきました。抵抗カウント1エンド1。マウンドの先発ピッチャー岸、次が3球目、打って抑えた、一塁に送ります。アウト、一塁アウト。次のバッターはどうでしょうか。本田、初球はストレートから入りました。カウント1ストライク、ノーボールです。まず先頭バッターを打ち取っています。2球目、カーブを投げてきました。ワンエンドワン。この回はワンアウトになっています。ストレート、さあ、ヒットが飛び出した。ライトへの打球はヒットになりました。さあ、ランナーが出ました。大手、ファーストランナー狙ってきた、振ってストライクになった。セーフ、盗塁成功。昨年の数字が出ていましたが、2割8分2厘のアベレージ、そして打点数は74となっています。あっと、今度は大きな変化球、ワンエンドワンになりました。初回からヒットを許しています。ストレートできました。2ストライク1ボール。先頭バッターは内野ゴロ、その後ヒットを打たれています。決まった、三振。そして次のバッターとなります、国母、いきなりの先制のチャンス。打順が回ります。何から持ってくるか。まずはストライク。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。 A、 豪快な空振りでした。ツーアウトになっています。まっすぐを持ってきました。枠いっぱいに決めてきました。国母、17回目のシーズンを迎えて、高めを打ちました。打球はセカンドへ、取った、一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表終了、ホークス得点はありませんでした。そしてホークスの先発ピッチャー杉内、ライオンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。まあ、フォーム安定してるし、投球のリズムがいいですよね。大きく崩れるという心配はなさそうですね。それが彼の持ち味っていう感じでしょうね。これは外れました。ワンボールになりました。ストレート、ワンエンドワンです。
片岡、6回目のシーズンを迎えています。しっかり捉えた。さあこの打球は、この当たりはセンター打ち上げた、あっと抜けた、フェンスの手前に落ちます。ショートが中継、ツーベースヒット。今のはどうでしたでしょうか、塚原さん。今の変化球打ちはもうお見事ですよね。さあバッターは2番から、初回からリードを取っていけるでしょうか。さあ初球ストレート打ち上げました、フライになった、ワンバウンドヒットになりました。さあバッターランナーは2塁へ、今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベースヒット。まあ序盤ですからね、気を引き締めて次の打者を打ち取れば問題ないです。先制点で気落ちしている場合ではありません。当然ですよ、今何回か考えた方がいいでしょうね。そして打順が変わります。栗山、この追加点のチャンス、リードを大きくできるでしょうか。何から持ってくるか。さあ転がったが二遊間抜けるとランナー帰れそうだ、タッチして三塁、これはアウトです。ピッチャーゴロに終わっています。ワンアウトになって次のバッターになります、中島、兵庫県出身。どこに入れてくるんでしょうか。ストレート打ち上げた、高い打球、しかし詰まっています。打球に力がありません。取ってこれでツーアウト、センターフライに倒れました。アウトが2つになって次のバッターになります、ブラウン、バッターボックスに入ります。この選手ね、トレーナーも言ってましたけどコンディション悪いみたいですね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。変化球を打っていった、得点差わずか1点、ライオンズがリードしています。膝元へ持ってきました。さあ追い込みました。ツーアウトになっています。さあ次のサインは、あっとスイングアウト、三振、クリアアウト、チェン、高め空振りの三振に切って取りました。マウンドを降りてベンチへ向かいますが、この怖い表情です。まあベンチに帰って少し頭を冷やした方がいいですね。心を沈めて次のイニングに備えたいですね。2回の表、ホークスの攻撃、トップバッター田村。さあチャンスのきっかけは作っていけるでしょうか。さあ第1球、初球見送っていきます。ノンストライクワンボール。2球目です。鋭い打球だ、打球はレフトへ上がって、どうだ。このゲームの最初の打席になります。入りました、このストレートで追い込みます。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割8分2厘のアベレージ、そして打点の数57となっています。インコース打ちました、ヒットになる、センターへヒットを打ちました。さあランナーが1人出ました。松中、2回の表ノーアウトです。最初の1球は何か、初球外に来ました、ワンストライク。松中、14年目のシーズンとなりました。外の球、これは入っていました、外へ2つ続けました。この回ヒットを打たれています。3球で決まった、これはボールに反応できません。そして次のバッターとなります松田、今日の第1打席になります。最初は変化球持ってきました、ワンストライクノーボール。松田、プロ入り5年目となりました。これは当たりません。さあ2ストライク追い込みました。ワンアウトになっています。ツーナッシングからの第3球、
今度も3球三振。さあリプレイでご覧いただきましょう。アウトが一つ増えて次のバッターです。長谷川左のバッターボックスに入ります。どこから攻めるか。コーナーをいきなり突いてきます。ワンストライク。昨シーズンの成績出ていましたが3割1分2厘のアベレージ、そしてホームランの数が7となっています。ボールになります。ワンエンドワンになりました。長谷川早くもプロに入って4年目のシーズンとなりました。決めてきます。2ストライク1ボール。同点のランナーがファーストにいます。あっと3者連続三振。スリーアウトチェンジ。さあもう一度見てみましょう。さあライオンズこの後6番から始まります。2回の裏ライオンズの攻撃返します。この回の先頭石井良人、最初のバッターボックスです。最初から丁寧に攻めてきます。この球はボールになります。2球目はどう攻める。これは外から外への変化球。カウント1エンド1。序盤のマウンドはどうでしょうか。さあ3球バッター見送りました。2ストライク1ボール。攻撃中のライオン前のイニングは1つの残塁、しかし1点が入っています。スライダー三振。ボール球に思わず手を出してしまいました。下位打線に回ります。坂田どう組み立ててくるか。初球ヒッティング、いい当たり、取った。しかしこれはセカンドが抑えています。一塁、これはアウトです。そしてバッターは8番高山。初球です。高め、まず内に入れてきました。147キロです。シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割にも達していません。そして放った本塁打の数が1となっています。これもいい当たりだ。伸びていってどうだ。ボールの右か左か。さあ次のサイン変化しました。打球は右へ、ライトの前ワンバウンド。ツーアウトからのヒット、ライトへのヒットを放ちました。そして次のバッターを迎えます。上本打席に入ります。空振りは当たりません。ワンストライクです。得点差わずか1点、ライオンズがリードしています。この球は逃げてきます。ここはバットを出しません。この回2アウトまでは順調に来ました。しかしその後ヒットを打たれました。これは入りません。外を続けています。上本今年で8回目のシーズンとなりました。空振りです。2エンド2になっています。昨シーズンの成績出ていましたが2割5分8厘のアベレ、そして打点数は15となっています。外へ変化球持ってきました。フルカウントになっています。杉内今日は2回途中までを投げて許したヒットが3。低めのボール打って取りました。1塁に送ります。1塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。さあホークス1点を追いかけます。3回の表ホークスの攻撃、先頭のバッター花上。
初球から打った痛烈な当たり、これはサード一塁へ送ります。アウト、一塁はアウト。今日は試合前の練習から生き生きしてましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。まあ常にいい準備を整えてますよね。まず最初のボールを決めていきました。カウントワンストライクノーボールです。まず先頭のバッターを打ち取っています。外れました。ワンエンドワン。この回はワンアウトになっています。さあ3球目はどうか。インコース打って取ってアウト。ショートゴロに終わりました。次のバッターです。権田、左のバッターボックスに入ります。内へのボール打った。2投目高め、滝はピッチャーの横、ヒットになった。この打席もヒットで出ます。さあそしてクリーンナップを迎えます。オーティン、初球はどうか。最初のボールを決めました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。初回の1打席目三振に終わっています。さあ次のボールはボールです。ワンエンドワンです。ヒットのランナーを許しています。バーッと打ちました。ファーストランナーは二塁に止まります。ライトへのヒットになりました。さあつなぎました。国保、同点のチャンスに打順が回ってきました。さあ最初の1球、初球これは大きな変化球、ワンストライク。これが2回目の打席、どう攻めるのか。いい当たり、大きいぞ、これは大きいぞ、これも強い当たりだ。豪快な一発です。逆転のスリーランホームラン。これが4番、4番の指名です。国土ホームラインに美しいアーチをかけました。今逆転のホームイン、3対1。さあ今のバッティングなんですが、達川さん、だからまあ欲しい時にホームランが打てるわけですよね。これが4番ですよ。はい、そうですね。3点が加わります。初めてリードを取りました。さあ逆転を許してマウンドに立ち尽くしています。大丈夫でしょうか。これが野球の醍醐味ですね。この一発で逆転です。これは気持ちいいですよ。相手の流れを奪うような一発ですからね。ベースランニングは最高の気分でしょうね。そしてバッターは5番田村、第1球です。これもいい当たりだ。これはワンバウンドしています。一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここで逆転。ピッチングが乱れました。少し捕まえかけましたね。次の攻撃で援護してほしいですね。逆転、そして最逆転とヒートアップした試合が見たいものです。3回の裏、ライオンズの攻撃、こちらもバッターが2打席目に入っていきます。片岡、右の打席です。最初は内から入りました。ワンストライクです。初回の最初の打席、センターへのツーベースを記録しています。2球目です。インコース決めました。カウントツーストライクノーボールです。今日2回目のバッターボックス、ピッチャー有利になったか。ストレートできました。バッテリー外してきます。ノーアウトランナーなし。さあ達川さん、ライオンズの攻め方はどう見ますか。低めのボール打った、取って一塁送球、一塁、これは余裕があります。アウトです。次のバッターが入ります。原、左のボックスです。初球を投げてストライク、このコントロールです。まずはワンアウトにしています。さあ2球目はインコースストライク、ボールカウント2ストライク。ワンアウトになっています。さあここはどうリードするんでしょうか。変化球外れました。2ストライク1ボール。初回の1打席目、先制のツーベースヒットを打っています。上げてしまった、左へ行った。これでアウトカウントが2つ。次のバッターに変わります。栗山、
何から持ってくるか。鋭い打球、初球捉えました。ツーアウトになっています。ストライク、直球で追い込みました。2回目の打席はどうでしょうか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。結局空振り三振に終わりました。さて試合は2点差のまま中盤を迎えていきます。4回の表、ホークスの攻撃、そしてこの回の先頭、松中、左のバッターボックスに入ります。初球スライダーで入りました。わずかに入りません。ストライクです。ボールカウント1エンド1。これホークスリードしてますけどね、先制されてもリードして中盤をね迎えられた。あっと打った打球はファーストへ、取りました。一塁に送ります。一塁楽々アウトです。次のバッターが入ります。松田、4回表ワンアウト。初球から際どいコース、この球は入りません。セカンドへの打球、取りました。一塁へ送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。打順は次に変わります。長谷川、左のバッターボックスです。まず初球、初球は変化球、当たりません。これボール球をね振ってますのでね、はい、そのボール球を振って空振りです。岸、この4回途中までを投げて許したヒットが5本、そして3失点できています。まっすぐを持ってきました。このボール球には手を出しません。3対1、先ほど逆転に成功しています。3球目、見ましたがこれはストライク。これで2ストライクと追い込みました。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロで2アウトになりました。なっとスリーアウト三振、スリーアウトチェン。最後空振りに仕留めたのはチェンジアップでした。4回の表が終了。ホークス初めて3人で攻撃を終了しています。まあよく粘って投げてますよ。味方を信じて守りきることでしょうね。そうですね、チームメイトを信じないと野球にならないですよね。まあここは信頼することで思い切った球が初めて投げられますからね。杉内、この試合許したヒットの数が3となっています。いい当たり、サードが抑えます。いい当たりでしたがサードゴロです。アウト、一塁アウト。次のバッターが入ります。ブラウン、左のバッターボックスに入ります。まずは初球、その初球ボールから入りました。ワンボールです。2球目です。低めのストライク、枠いっぱいに決めていました。初回の第1打席、空振りの三振に終わっています。今度はストレート、ワンストライクツーボール。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。ストライクになります。平行カウント2エンド2。今日の奪三振の数は3となっています。あっと空振り三振、この打席も三振に抑えました。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。次のバッターはどうでしょうか。石井義人、左のボックスに入っています。最初の1球、まずは見送りました。わずかに入りません。次の2球目、高めを打って2アウトからのランナーを出します。打ったバッターは2塁へ向かった。ツーベースヒット、ライトへの打球はヒットになりました。そして打順が変わります。坂田、ラン
ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。どこから行く。初球空振りになりました。ああスイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。ええ、スイングが豪快に行きました。この回ツーベースヒットのランナーを許しています。バッターよく見ました。2球ともインコースを攻めています。この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ツーベースヒットを許しています。今度はスライダーを持ってきました。微妙なところを攻めてきます。杉内、今日は4回途中まではなく、まっすぐを打って、今のはファウルになります。さあ、何を見せるか。ああ、ゴロになります。この回ゼロということになるんでしょうか。一塁に送ります。これは一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。さあ、ホークス、この後9番から始まります。5回の表、ホークスの攻撃。先頭のバッター、花上。初球はどうか。初球インコース、ワンストライクノーボール。点差変わらず2点差、ホークスがリードしています。さあ2球目、バッと高め、ピッチャーこれはしてやったり。この回も慎重に行きたいところ。この前の打席はいい当たりだったんですが、サードゴロに終わっています。素晴らしい打球だったんですけどね。サインはどう出されたのか。これはカーブでしょうか。2ストライク1ボール。岸、今日は4回までを投げて打たれたヒットが5本、失点3の内容です。この打球は大きいぞ。奪った三振の数が5となっています。次が5球目、ストレート。チャンスが膨らみません。とにかく1本出した方に流れは傾きますよ。チャンスが広がらないですね。まあもうちょっと計算しないといかんですよ。ベンチワークも重要になってきます。まずは初球、まずはストライク。変化球を自由自在に操ります。この回はワンアウトになっています。次の2球目、これはバッター棒立ち。2ストライク。連続三振を奪っています。さあバッターはどうする。三者連続三振。最後空振りに仕留めたのはフォークボールでした。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成、なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。ああピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか今後の印象になっていきます。まず際どいコースから入りました。この球は枠に入りません。内へ、ワンエンドはタイミングが合いません。先頭バッターは三振、その後連続三振を奪っています。3球目はどうする。外に決まりました。2ストライク1ボール。現在3人の打者から連続の三振を奪っています。打ちました。低い打球になりました。取ってこれで3アウト。5回の表が終了。ホークス2回目の三者凡退に倒れています。5回の裏、ライオンズの攻撃。先頭のバッター高山、バッターボックスに入ります。最初はインコースから来ました。ワンストライクです。杉内、今日の4回までのピッチング、打たれたヒットが4本、失点は1という成績です。これは見送りました。2ストライクです。攻撃中のライオンズ、先ほどのイニングは残塁が1つ。空振りの3球三振。ボールを捉えられませんでした。今の場面、もう一度見ていただきます。打順が移ります。上本。第1球、変化球でまず空振りです。カウント1ストライクノーボールです。今日2回目のバッターボックス、内へ高めいっぱいに決まった。2ストライク。
ワンアウトになっています。ストレート打ちました。打球はサードへ。サード取った。一塁へ。一塁はアウト。サードゴロに倒れました。そしてバッターは1番片岡。第1球はどうか。最初は空振りになりました。ボールカウントワンストライク。この前の打球はいい当たりだったんですがセカンドゴロに倒れています。まっすぐ上げてしまった。右へのフライになった。取ってスリーアウトチェンジ。ゲームは5回まで終了しています。第4、2度目の三者凡退に終わっています。所沢のゲームは6回の表ホークスの攻撃。この回クリーンアップから攻撃となります。オーティス右打席です。最初からコーナーをついてきます。ワンストライク。岸、今日は5回までを投げて許したヒットが5本、そして失点が3あります。変化球、これは当たりません。カウント2ストライクノーボールです。ここまで5回3点を失っています。ストレートを持ってきました。2ストライク1ボール。すでに今日奪った三振の数は7となっています。さあ4球目。高めのボール小さく上がって打球は右。ファウルボール。ノーアウトランナーありません。あーっと空振り。ボール球に手を出しました。さあ怖いバッターに回ってきました。先ほどのホームランの配球を見てみましょう。第1球、まず変化球を見せてきました。ワンストライクノーボール。ワンアウトランナーはありません。決まりました。さあツーストライク追い込みました。まず先頭バッターから三振を奪っています。あ、外のボール球を打って、さあ2打席連続のヒット、塁に出ます。さあそして5番という場面で田村、まず空振り当たりません。ワンストライク。今日3回目のバッターボックスです。さあ次はどう攻めるか。しっかり捉えた。いったか。いったぞ。これはいったぞ。入った。突き刺しました。ツーランホームラン。しっかり捉えました。満員の西武ドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。今ホームに戻ってきました。5対1。さあ辰川さん、今のは、まあ、バッテリーあたりはね、もう少し配球を考えてね、配球してほしかったですね。2点を追加。4点差に広がりました。打順が変わります。松中、6回表ワンアウトです。どこから行った。まずは外から来ました。ワンボールになりました。前進前進します。ワンバウンドヒット、落ちました。中継のショートへ。ホークス、ここまで放ったヒットの数が8となっています。さあランナーが出ました。松田、右のバッターボックスに入りました。どう組み立ててくるか。最初から際どいコースできます。これ釣り球引っかかりましたよね。はい、その球を振って空振りです。岸、この6回途中までを投げて許したヒットが8本、この回は3本ありました。あーっと打ちました。ファーストランナーは二塁ストップ。ホークス、今日のゲーム放ったヒットの数が9となっています。まあここは状況に流されず、まずは自分のバッティングでしょう。そうですね、特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。体の力を抜いていつも通りですよ。初球はボールになりました。ノンストライク1ボール。さあ次のボールは、これは見送ってストライク。ワンエンドワンです。
ワンアウトランナー二塁一塁です。いやー、辰川さん、ホークスはどうすればいいですか。まあスコアリングポジションにランナーがいるという状況でね、どう攻めてきますかね。はい、このチャンスに得点できるんでしょうか。はい、4回の第2打席、今日2打席でストレートを打って、打球はサードの前、サードが抑えます。一塁送球、ファインプレーはアウト。これがプロというプレーでしたね。はい、本当に素晴らしかったですね。サードゴロに終わりました。そして次のバッターとなります田上。第1球です。まずは初球ストレート、ワンストライクです。さあ3回目の打席、2投目、これは変化球、大きく変化します。2ストライクです。この回はちょっと球数が多くなっています。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあ今の回もう一度見てみましょう。6回の表までゲームは終了しています。ホークス2点を追加、5対1点差を開きました。今日は立ち上がりからコントロールは安定している感じです。6回の裏、ライオンズの攻撃、トップバッター原、左のボックスです。何から持ってくるか。初球はストレートから入りました。ボールカウントワンストライク。原、素晴らしい守備を見せてのこの打席になります。ストレート、セカンドが抑えます。一塁へ送ります。一塁、これはアウト。バッター栗山、左のバッターボックスに入りました。初球は手を出しません。ワンストライク。この回も先頭バッターを打ち取っています。バッター見送りました。さあここは追い込まれていますが、この試合の奪三振の数が5となっています。これは外れました。2ストライク1ボール。杉内、今日は6回途中までを投げて許したヒットが4本、失点1の内容です。外、ボールカウント2エンド2。これが今日3回目の打席。さあ何を見せるか。あっと三振、見逃した。ここはバットが出ません。三振です。次のバッターはどうでしょうか。中島、6回裏2アウトです。まず初球、最初はスライダーできました。この球は外れています。次のボールはストレートできました。2ボールになりました。ストレートできました。3球とも低いコースに来ました。6回の裏、2アウトになっています。バッティングカウントからの4球目、中へのストライク、2ストライク2ボール。2アウトになっています。次が5球目、あっとスローアウト三振、スリーアウトチェン、スライダーにバットが空を切りました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。ゲームは中盤6回を終了、ライオンズ3回目の三者凡退に倒れています。ライオン2番手ピッチャー投入です。大沼、さあどんな投球を見せるのか。7回の表、ホークスの攻撃、打順は戻ってトップから始まります。川崎、7回表ノーアウトです。最初はボール、ボールにしてきました。これはストライク、カウント1エンド1。今日はここまでノーヒット。3投目、スライダーを投げてきました。2ストライク1ボール。
5回の3打席目スイングアウトの三振に倒れています。あっと打った、取って一塁に送ります。一塁これは余裕でアウト。そして次の2番本田、落ちるボール打ち上げました左方向、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあバッターランナーは一塁を回ります。さあショート中継する左中間へのツーベースになりました。そして次のバッターを迎えます大津。まあ他のクリーンナップがねみんなホームランありますのでね、期待でしょうね。はい、それをこの打席も見ることになるんでしょうか。最初のボール外れました、ワンボールになりました。2球目はどうでしょう。これはまっすぐ、ノーストライクツーボール。さあ3球目、外へ持ってきました、ノーストライクスリーボール。まっすぐで決めました、今のは反応できませんでした。6回の3打席目空振りの三振に終わっています。低めノースリーだったんですけどね。はい、オーティズ今日のゲームは1回失礼しています。スイングアウト、塁上のランナー足止め。まあチャンスはそうそうないですよね。ランナーもホームが恋しいでしょう。再三三振、貴重なチャンスはないですよ。勝利の女神は沈黙を保ちます。ツーアウトで次のバッターを迎えます国保。最初は低めのボールでした、カウントワンストライクノーボールです。今日はホームランを1本打っています。さあどうでしょう。ストレートツーストライクノーボール。ツーアウトになっています。まっすぐ持ってきました、バッテリー外してきます。今日4度目のバッターボックス、打った、これはサードになります。一塁へ、一塁これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。7回の表が終了、ホークス2得点で攻撃を終了しました。7回の裏ライオンズの攻撃、先頭のバッタープラウン左のバッターボックスに入っています。どこに入れてくるか。その初球は外のボール、ノンストライクワンボール。ストライク、ワンエンドワンです。杉内、ここまで打たれたヒットの数が4となっています。コーナー、これは入っています。このスライダーで追い込みました。続けて三振を取っています。次の4球目、変化球、小さなフライ上がったか。これでアウトが1つ、打順が移ります。石井義人左のバッターボックスに入ります。最初から際どいコースを狙ってきました。これは手を出させません。今日3回目のバッターボックスです。決めてきます。2ストライク、この試合の解説は辰川光雄さん、そして黒木智弘さんでお届けしています。できました。7回の裏ワンアウトになりました。さあ第4球、あっと今度は変化球、3球とも外に来ました。この回はワンアウトになっています。変化球、これはファーストになります。ファースト取った、1塁送球、1塁これはアウトです。打順が変わります。坂田、7回裏2アウトです。その初球ボールになりました。ストライク狙ってきたんでしょうか。どう攻めるのか。変化球打って上がった、上がったか、ワンバウンドヒット。さあツーアウトからランナーが出る。さあランナーが1人出ました。高山、7回裏ツーアウトです。さあ1球目、最初は見ていきます。ワンボールになりました。
これは変化球入りません。ツーボールになりました。次が3球目、低いところへ決めてきました。ワンストライクツーボール。ツーアウトランナー一塁です。外の球、これは入りました。ツーツーです。5回の2打席で空振りの三振に倒れています。あっと打った、一二塁間へ、一塁へ送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。7回を終了しています。ライオン得点はありませんでした。8回の表、ホークスの攻撃。バッター田村打席に入ります。初球見送っていきます。球が走ってるんじゃないでしょうか。そうですよね、150キロ出ていました。攻撃中のホークス、前のイニングは1つの残塁、そして得点はなりませんでした。アウトコースストライク、カウント2ストライクノーボールです。6回の前の打席、ツーランホームランを放っています。この球は見ます。ツーストライクワンボール。これが4回目の打席、次の4球目、低め上げてしまった。高い打球が上がりました。これでワンアウト、サードフライに終わりました。バッター松中、初球外に来ました。ノンストライクワンボール。2球目、ここは変化球、1球2球と外へ行きました。外へ持ってきました。しかし今日はストレートがいいように思いますが、大沼今日は1回と3分の1を投げて、あっと打ちました。低い打球です。ワンバウンドヒットになりました。さあヒットになった。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、ショートが中継、ツーベースヒット、レフトへのツーベースヒット。そして打順が変わります。松田8回表ワンアウトです。第1球はどうか、初球から入れてきました。微妙なところを攻めてきます。松田今日は1回塁に出ています。見送った、ボールカウント2ストライク。大沼今日は1回と3分の1を投げて、打たれたヒットが2本、そのうちの1本がこの回です。これは体に近いところ、この球は入りません。このゲームはここまで3打数1安打。さあ第4球、低めのボール打って、これはピッチャー、ピッチャー取りました。3塁タッチは完全にアウト、ピッチャーゴロに終わりました。アウトが1つ増えて次のバッターです。長谷川8回の表2アウトです。最初のボールを決めました。これは手を出させません。さあ今日のバッティングなんですが、3打数ノーヒット、そして3、やはり狙ってきました。ファーストランナースタート、スチール成功です。今のは素晴らしいスタートでしたよ。はい、そうなんですね。この回はワンアウトからツーベース、その後は内野ゴロに打ち取りました。決めてきました。これはバッター動けません。今日4度目のバッターボックス、打っていったファーストへの打球、取って、これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあライオン4点を追いかけます。8回の裏、ライオンズの攻撃。対するこの回の先頭、上本、左の打席です。初球です。最初は外に持ってきました。ワンストライクです。これが3回目のバッターボックス、どう攻めるのか、まっすぐが決まりました。2ストライクノーボール。
杉内、今日の7回までのピッチング、打たれたヒットが5本、そして1失点というピッチングです。様子を見ていった。外のボール、バッテリー1球外してきました。ここまでのライオンヒットは5本、しかし1点しか取っていません。ホークスがリードしています。しかしこれは外れています。2エンド2になっています。攻撃中のライオン、先ほどの回は残塁が1、そして無得点に終わっています。ストレート上がった、高い打球になりました。取ってワンアウト、サードフライに倒れました。そして打順がトップに帰っていきます。片岡、右の打席です。おそらくね、これランナーに出るとね、また走ると思いますけどね。はい、ここも塁に出ればおそらく狙ってくるんでしょう。8回の裏、ワンアウトまで来ました。内へ、高めに変化しました。ボールカウント2ストライク。5回の前の打席、ファーストへのファウルフライに終わっています。果たして3球勝負するのか。あっと、これは痛烈な当たり、ショートへの打球、一塁に送ります。一塁、これは余裕があります。アウトです。ショートゴロに倒れました。これ代打ですね。点差を縮めたいこの場面、ライオン、ここで代打を告げました。初球わずかに外れてボール、ワンボールです。2球目はどう攻める。外、これはボール、外へ2つ続けました。来ると分かっていても打てないボールです。ワンストライクツーボール。ジージー佐藤、今年で7回目のシーズンとなりました。低めのボール打ち上げた、右に持っていった、右中間に上がった、取りました。3アウト、チェンジ。8回を終了、ライオン4回目の三者凡退に倒れています。ライオン3番手ピッチャーをマウンドに上げます。岡本敦、ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。9回の表、ホークスの攻撃、そしてこの回の先頭、田上。さあ、最初の1球、最初は外のボール、ボールにしてきました。この球はどうでしょう。バッター見送りました。ノーストライク、ツーボール。外れています。フリーボールになりました。次の配球は変化しました。攻撃中のホークス、前のイニングは1つの残塁、結局無得点に終わりました。これは明らかにボール、フォアボールです。ここでフォアボールを与えました。そしてバッターは1番川崎、最終回の表ノーアウトです。初球変化球、空振りです。ちょっとタイミング取れていません。今日5度目のバッターボックスに入っています。送ってきました。取った、一塁へ、アウト、これでワンアウトです。そしてバッターは2番本田。まず際どいコースから入りました。ワンストライク。本田、ここまでは3度の出塁を記録しています。さあどうでしょう。これは空振り。今のね、振ってしまいましたね。はい、そのボール球を振って空振りです。さあ5回目のバッターボックス、際どく攻めるのか。三球三振、空振り。うまく間を外しましたけどね。はい、これはうまくいきました。ツーアウトになって次のバッターです。王子、右の打席に入りました。どこに入れてくるか。初球インコース、ボールカウントワンストライク。今日5度目のバッターボックスに入っています。2球目です。2を切ります。2ストライクです。今日の成績をご紹介しましょう。4打数1安打、3つの三振があります。コーナーを突きます。この球はボールになります。
点差変わらず4点差、ホークスがリードしています。これは変化球、ボールカウント2エンド2。7回の4打席目、空振りやっと鋭い打球だ。これは大きな当たりだ。やっといい当たり、いった、ツーランホームラン、ミレインに捉えた。この西武ドーム、一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。9回の表、ダメ押しのホームランを放ちました。これは決まったか、このホームランで決まったか。今ホームインしました、7対1。さあ達川さん、今のはどう見ますか。今のバッターがね、読みが当たったという、そんなとこじゃないですかね。ですね。2点を追加します。最終回、これはダメ押しになります。これだっていう勢いを感じました。気合のホームラン、早く投げてこいという顔してましたね。気迫勝ちですよ。攻守に向かっていく積極性がこの一発を呼んでいます。あ、山口さん。はい。ホークス情報です。はい、どうぞお願いします。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは多分スライダー、入ればラッキーと思って思いっきりスイングしましたということでした。山口さん、どうぞ。一塁側のコメントを届けてくれました。初球振りません、ワンボールになりました。この球は見ます。バッテリー1球2球と外してきました。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、サードゴロに倒れています。主審の手は上がりません。ワンストライクスリーボール。この回ツーランホームランを許しています。外れました、フォアボールです。当たっているバッターの前にランナーを出します。首をかしげています。ピッチング立て直せるんでしょうか。さあホークス、ファーストに代走を送ります。森本塁についています。そして次のバッターとなります田村、右のバッターボックスに入っています。初球スライダーできました、わずかに入りません。この球はどうでしょう。今度はストレートを持ってきました。カウント1エンド1。さあ5回目のバッターボックス、さあ3球目はどうか。すぐ打ち上げました、右へ持っていきます、右中間取りました。これで3アウトチェンジ。9回の表を終了、ホークス2点を追加、7対1、リードを広げました。さあホークス、守備の変更がありました。木所、この回からレフトの守備につきます。マウンドに登っている以上は最低の投球しないといけませんよね。どんな試合にも無駄はありません。ファンに感謝する気持ちを忘れてはいけませんね。初球は手を出しません、ワンストライクです。杉内、今日の8回までのピッチング、許したヒット5本、失点は1となっています。まっすぐで決めました、2ストライク。この最終回きっちり抑えられるか。見送った、三球三振、際どいコース決まりました。次のバッターに変わります、中島、右のバッターボックスです。打って打球はセカンドへ、セカンドが取ります。一塁に送ります、一塁、これは余裕でアウト。そして次は DH ブラウン、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。完投に向けて最後のバッター、最初は見ていきます、ワンストライクノーボール。今日はまだヒットが出ません。これはいい当たりだ、これはスタンドに飛ばしそうだ、いい当たり、これは間違いありません、ホームランです、ホームラン、見事に捉えた。満員の西武ドーム、ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。9回の裏、ホームランが出ています。今ホームイン、7対2。今のホームランどう見てますか。バッテリーもね、配球を読まれてますよね。ですよね。1点を返します、まだ点差は5点があります。これ代打いきますね、点の欲しいこの場面、第4、ここは代打を告げました。何を投げてくるか。初球は手を出しません、ワンボールです。さあどうでしょう。
インコースへ外れています。ボール2つ続きました。さあ次の3球目、これはインコースいっぱいに決まった。ワンストライクツーボール。ホームランによる得点を許しています。さあバッティングカウント、ここは見ます。ツーエンドツーになりました。杉内、今日は9回途中までを投げて許したヒットが6本、この回は1本ありました。変化球は入りません。ツーストライクスリーボール。佐藤、ちょうど10回目のシーズンとなりました。あっと空振り三振、試合終了。このゲームは7対2、ホークスの勝利となりました。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。さあ西武対ソフトバンク、ご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は立川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかでした。えいでした。またね。またな。いや丁寧だったら最後のまたなも変えろよ